安泰呀，安泰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 ，都，安泰，安泰呀，安泰，結論として国の責任を認めたということは高く評価したいとは思います。入管の救急搬送すべき義務があったんだ、それを怠ったんだというところに関しては非常に強い口調で入管当局の対応を責めるといいますか、厳しく指摘をされていた。ここはとてもある意味画期的な判断だったろうなというふうには思います。ただやっぱり非常に残念だったのは死亡についての因果関係が認められなかったというところです。訴状では1000万の請求をしましたが150万で弁護士費用が15万、それにとどまったのは死亡についての因果関係が認められなかったからです。今回亡くなった方は持病はありましたけど、普通にしてたらそれで亡くなるような病気じゃないですよね。それが入管に収容されて急変して救急車も呼ばずに亡くなってしまった、これはやっぱ原則としてそれはもう施設の責任がある、むしろ責任がないということを国側が立証して初めて責任を免れる、本来はそういう形であるべきなんではないのかなというのを判決を受けて強く感じております。